今回ご紹介する昭和美人は、元女優の城野由紀さん、1945年6月5日生まれ、出身、山口県、身長162センチ、もともとはデザイナー志望で、東京女子美術短期大学在学中にはファッションモデルのアルバイトをしていました。在学中に見たアメリカ映画、旅情に感動して女優を志すようになります。 短大卒業後、町でスカウトされ、東映に入社。1965年、女番外地鎖のメス犬でデビューします。東映は、現代風健康的清純派女優として売り出し、デビューして1年の間に10本の作品に出演し、1966年の映画、地獄の野良犬に、三田よし子の代役として梅宮達夫の相手役に抜擢されます。東映東京撮影所では、 大原玲子と彼女の二人を一押し若手女優と売り出しにかかったと言われています。遠いへの任境路線が拡大すると、ヤクザ映画は生理的に嫌いと公言したため出番を減らし、以降は干されてしまいます。このためテレビドラマに活躍の場を移し、愛の夜明け、誰よりも君を愛すなどのメロドラマに出演。テレビもヤクザを扱うドラマが増えたことから、これからは好き嫌いは言わないと話し、 嫌いなヤクザも者にも出演しました。また、同じ東映出身の小川智子が歌手としても大きな成功を収めたため、クラウンからマイダーリン東京で歌手デビューし、第2の小川智子と注目されましたが、ヒットはしませんでした。1967年、特撮テレビドラマ、キャプテンウルトラに本作のヒロインで、パイオニアスクールの教官である赤ネ大役でレギュラー出演しました。 最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは昭和の美人たちを紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。